1>, 1号型魚雷艇は日本海軍の魚雷艇。同系艇6隻。計画番号は t-1 で t-1 型とも称される。世界の艦船日本海軍特務艦船誌ではオツ型に分類しているが昭和造船誌ではオツ型としていない。同じ図面で建造された151号型についても記述する。マルリン計画により1939年度の 臨時軍自費から6隻が建造された。建造は、横浜ヨット、鶴見工場で1941年6月に着工、12月に竣工した。試作艇、輸入艇などを除くと、太平洋戦争開戦前に竣工した、唯一の魚雷艇となった。構造は、堤構造木造、船体は、ステップなしの V 型船体で、T、T-0 型魚雷艇をもとに改良された。 形であった。魚雷落ち車、機2機は T-0 型の完備に射出する方式から、マステイと同じ減速射出方式に変更された。エンジンは T-0 型と同じ94式、水冷航空エンジン2機だった。T-1 型魚雷艇6隻は、日本海軍において最も成功した型であるという主張もある。本型六隻は、第一水雷艇隊を編成して、 横須賀防備隊に所属した。開戦後は、ウェーク島とタラワ島に3隻ずつ展開し、ウェーク島の3隻とタラワ島の2隻は1943年に戦没9月の時点で水雷学校の練習艇として1隻が長浦港に残存していた。1943年のオツ型魚雷艇生産の際に、外地工作部の利用も考えられ、同年4月に、 香港の第2工作部に6隻、スラバヤの第102工作部に8隻の建造が訓練された。現地の木材で船体を建造、機関と兵装は日本から輸送し、1944年に1号型の図面で建造された。同経点は151号から165号の15隻。ABC 用目は昭和造船史による。日本魚雷艇物語では、 排水量20.133トン、速力38ノット、世界の艦船日本海軍特務艦船紙では、排水量17トン、喫水0.70メートルとしている。日本魚雷艇物語 P226 の、干末表では、基準1丁となっているが、本文 P45 の図では2丁が搭載されている。また、世界の艦船、昭和造船誌にも、 基重二丁とされているのでそれによった。日本魚雷艇物語 P55 に丹波聖一、世界の魚雷艇からの引用として記述されている。ありがとうございます。